療は終わった。いやいや、かすり傷でも心配なものは心配だから。でも大したことなくて本当によかった。まさかあそこで敵に襲撃されるなんて思わなかったよ。本当、一時はどうなるかと思った。君を守ることができてよかった。まさかこの俺が絶対好機になれたなんてさ。君の手を引いて逃げて、あとちょっとで仲間と合流できるところだったのに、そのタイミングで敵が目の前に現れるなんて。あれはタイロの選択ミスだ。反省してる。君を別のところに逃がす隙もなくて、背中にかばうことしかできなかった時、背筋が凍るって意味初めて実感してた。俺が敵に倒されたら君はって。あの時君は動けない俺を引っ張って逃げようとしてくれたろ。俺の腕を掴む君の震えが伝わって恐怖が消えたんだ。ここで倒されるわけにはいかない。絶対に俺はマスターと一緒に生き残ってみせるって。気づいたら敵が倒れてた。ねえ、あれは、俺は絶対好機になれたんだよね。追い込まれたからとかそういう理由じゃない。絶対好機になれたのは君のおかげだ。思えば俺はもともと機銃手はこうじゃなきゃいけないっていう思い込みがあったんだと思う。他人と比較して自分に自信をなくして勝手にダメになって、それでも君は見捨てないでくれたから、機銃手で亡くなった俺を認めて、その上でも必要としてくれたから。だからあの場で俺はやっと自分の本当の気持ちに自信が持てたんだ。俺にとっての好機はどんな戦場に置かれても絶対マスターと一緒に生き残る。マスターはそう気づかせてくれて、そして俺をまた機銃士にしてくれた。心からの感謝を。本当にありがとうマスター。シャルルビル、無事機銃士復活を勝利で飾ってきました。みんな歓迎してくれて嬉しかったな。ベス君は足を引っ張るなよってそっけなかったけど、戦闘中すっごい目くばせしてきたしね。なんだよ、ツンデレかよって思ったよね。ああ心配いらないよ、ちゃんと戦ってきたから。考えなしに前に出ちゃうとかそういうことはなしだけど。さて、これでようやく機銃士としてスタートラインに立てたわけだけど、俺さ、機銃士としてこれからどうしていくか、どういう機銃士になりたいのか結構真剣に考えているんだよね。絶対好機の力は手に入れたから戦うことはできる。でも今までの経験も無駄じゃないだろって思うんだ。この間レジスタンスの一員として働いたこともいい経験になったし、何よりフランスの激動を肌で感じてきたことに誇りを持ってる。前進して戦うのが士気も上がって一番いいってことは分かった上で、戦術は幾通りもあるってことをみんなにも伝えていきたいかな。戦況を見極めての交代も、交代と見せかけてのトラップも、戦術の幅を広げることは勝ちの可能性を増やすことだし、俺は機銃士としてそういうところにも力を発揮したいと思ってる。経験を生かすことができればこれから先もっと自分の成長にもつながるんじゃないかなって思うし。え、ちゃんと真面目に考えてて意外だって。うわマスター、それ俺のこと侮りすぎだよ。あーでもこの前同じ話をしてたらケンタッキーに、お前はハニートラップ要員じゃね？とか言われた。ざけんな、
俺は戦闘も得意だわ。ま、女の子を落とすのももちろん得意だけどね。それはまた別の機会にご覧に入れることにするよ。さあ、まずはできることから始めようかな。息が上がるのも早いし、帰ってくるとすぐ寝ちゃうとこあるしって。いやね、俺はそれでも最低限やれてるとは思うよ。深刻になっちゃうほどの体力不足ってわけじゃないから、ちゃんと戦えてるし。ただなんつうのかな、まあ体力あるに越したことはないから特訓してたんだよ。こそあいつらには絶対言うなよ。もう絶対に見返してやっから。俺だってやりゃできるってこと見せてやる。まあ見ててよマスター、もっとかっこよくなってみせるから。マスター、え、機嫌いいって？そりゃそうでしょう。みんなの前で例の特訓の成果を出せたんよ。体力アップもそうだけど、強くなった神獣の力を見せつけてやれたってわけ。いやー、あのポカーンとした顔を君も見ただろ。どうだ、俺もやればできんだよってさ。気持ちよかったね。まあ今までの俺を考えたら、本気出して自主的な特訓までして結果を出すなんて思わないだろうしね。でもスカッとした。俺がちょっと本気出せば世界帝軍とか余裕だからなんてね。それにしてもなんか久しぶりに頑張って疲れちゃったな。マスターにご褒美もらえたら元気出るんだけどな。え、いいの？やったー、俺マスターと一緒に行きたいお店があるんだよね。この前街で見つけた素敵なケーキ屋さん。強くなったし、ダイエット体力増強も成功したし、スイーツ食べてもバチ当たらないよね。じゃ早速行こうか。はあ、このことは他の奴らには内緒ね。俺とマスターだけの秘密だよ。マスター、いるのは分かってるよ。物好きだね。あれから夜の特訓
たまに覗きに来てるでしょ。ま、俺は気合が入るからいいけど、姿は見えなくてもそばで応援されるともっと頑張ろうって思うんだよね。マスターの顔が見れたらもっと頑張れちゃうよねえ。マスター、こんなことを急に言い出したら驚かせるかもしれないけどさ、俺マスターと出会えて本当に良かったよ。時々考えるんだ、絶対好奇になれない奇獣種はどうなるんだろうって。きっと奇獣種としての自信がなくなって自分で自分を否定するんだろうな。俺がそうだったみたいに。そうしたら銃が壊れるんじゃなく別の意味で死を迎えると思う。存在を否定したら心は消えるしかない。あの時マスターが認めてくれなかったら俺もそうなってたよ。いや、マスターがそういう人だって分かってたから俺は君の奇獣士になったのかもしれないな。ま、昔のことはどうであれ、マスターのおかげで俺は救われた。自分を認められた。好きになれたんだ。何回感謝してもしきれないや。本当にありがとう。マスター、手を貸して。さ、こうして手にキスするの、俺にとっては挨拶みたいなもんだったけど、なんでこう照れるんだろう。本当、マスターには参るよ。